高知市の高校で映画監督の安藤桃子さんが講演しました。生徒たちは発想の切り替え方を学んだようです。安藤桃子さんが講師を務めたこの講演会は、著名人の経験や考え方に触れ、さまざまな可能性を感じてもらおうと高知北高校が初めて開きました。保護者や地域住民も含めたおよそ200人の参加者たちは、まず最新作勝手に流れた星だからを鑑賞。その世界観に引き込まれていました。その後、安藤さんが映画の制作秘話やいつも自然体でいる方法などを講演。映画監督を辞めたいと思った時はありますか？あるの。すごい、もう人生で一番やばかったと思う。すごいいい質問、ありがとうございます。生徒たちから次々と質問が飛ぶ場面が見られ、ざっくばらんな安藤さんの話を聞いた生徒たちは、どんな出来事も良い方向に転換していく発想の切り替え方を学んでいました。起きた出来事を悪いことと捉えるか、それとも何かにとってのターニングポイントとして捉えるかっていうのは、その人次第で日常生活にも生かせるのかなって思いました。辛いこととかがあったら、まあそうですね、休めるために。安藤桃子さんの人柄とかもそうですし、やっぱり喋ってて、そのやっぱいろんな経験をしているからこそ、そうやってこうみんなに伝えれる側にいれるんだなって思いました。誰もがこう生きている限り、日常のすべてがやっぱりクリエーションで、何を言うかとかもそうだし、一歩足を踏み出すこともそうだし、全てがやっぱりそれぞれのこうドラマを生み出していっている、楽しいワクワクしたこれからの未来を描いて、一緒に描いていけたらいいなと思います。高知北高校では今後もこうした講演会を続けていきたいとしています。